見つけたグラム、今日は写真と動画が届いています。画面中央に映っている影は撮影している人の影で、周りに虹のような光の輪が見えます。これは背後から太陽の光が差し込み、霧などで光が散乱され、虹のような光の輪が現れるブロッケン現象です。ドイツのブロッケン山でよく見られたことから、ブロッケン現象と名付けられたそうです。高い山の上などでしか見られない貴重な現象です。西条市のオリエンタルヨッシーさんが朝8時ごろに石鎚山の頂上付近で撮影しました。ご来光を浴びながら拝む神秘な世界に思わず息を呑んでしまいますね。こんな景色が見られるんですね、はい、改めて自然って不思議だなって感じますよね、うん、神々しい眺めでしたね。投稿ありがとうございました。皆さんからも季節の写真や動画などお待ちしています。